礼します。はい。はい。さあ、始まった。乾杯はしない感じですか。乾杯しようか。はい。乾杯しますか。それではじゃあ、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。そうですね。ニックネームたくまさんから、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。前回の角瀬アナの広島カープの実況には母親の優しさという一面とともにアナウンサーとしての一面が日常生活にも出てしまうものなんだと驚きました。私も驚きました。そこで皆さんにお聞きしたいのは、日常生活でついつい出てしまうアナウンサーとしての癖や行動などはあるんでしょうか、教えてください。あー、これはいろいろありそうだよね。出てきそう、ね、気づいてないところでもありそう。確かに確かに。橋本ちゃん行ってみようか。私はもう服選び。例えば例えば、まずあのマイクを腰につけなきゃいけないので、うん、ワンピースはもう買わない。そうよね、音声さんに嫌がられるんだよ。音声さん中だからね。こう中にベルトを入れる余裕とかもあるんですけど、うんうんうん、中継先とかだとワンピース着てきたんかみたいな、ね、ないよね。こう下から何かするみたいなね。すべてに迷惑をかけるので、うん、あとあのなんでチェックの細かいやつ、ああチラ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 、細かい千鳥格子とかの、うん、細かいストライプね。そうそうそう、あれは絶対買わない。私もモワルって言うんですけど、モワれてるってね。そう、目がチカチカするから着替えてこいって。私着替えたことあります。あ、私もある。あります、うん、ショックですよ ね。ロゴ入りは着替えさせられたことがあります。あ、そうなの。ロゴ入り、なんでなんでなんで。メルシーって書いてたの、ニットに。あ、リハーサル途中にプロデューサーから電話かかってきて、お橋本着替えろって言われて、アルバイトの女の子にその服ごめん貸してって言って借りたんだ、着替えたんだ。その時だけ交換してもらったことがあります。メルシーを回避したんだ。メルシー回避。あと全部ロゴのニットとかもう買わなくなりましたね。確かにあのメルシーとかそういうの書いてあったら、うん、そこに目が行くよね。商品よりそっちに気が行くと。そう、私もカジュアルが好きだから、うんうん、こうナレーションだけの日とかにすごいカジュアルな格好してくると、うんうん、この子今日いつもと違うねみたいに言われると、いや、いつもの私はこうなんですみたいなところ。基本橋本ちゃんだってもうヒールも履かないもんね。そう、もうチェダーに、ね、ね、行くとやっぱり危ないから、うん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 、よく友達から恋愛相談とか受けることが多くって、うんうん、やっぱりこうインタビューの仕事とか取材とかをしてるせいか、この人はこういうことを喋りたいんだろうっていうのをすっごい頭の中で計算してはい、はい、あ、この質問してあげたらきっとこういうこと喋るだろうなとか、こうすっごいシミュレーションして会話してしまうとか。いや、その代わり長いんですけどね。ずっと質問しちゃうから、なかなかコンパクトにまとまらないっていうのもありますけどね。最大何時間ぐらいあるの？最近だと電話で2時間ぐらいとか、すごい悩んでたんで。電話相談もあるんだね。ありますよ。なんかこう張り紙とか普通にもうみんなにお知らせみたいな感じで書いてある、マジックのペンで殴り書きとかしてあるような、そういうお知らせもこう読みながら、発展はここかなとか、ニュースの原稿を読んでるように読んでる自分がいたりするの、そういうことない？もうすっごく気になるから、もう気になりすぎてもう言うと多分みんなにこう、うわすごいって惹かれそうだから、もうあんま言わないみたいな。これ相当気になる。用語委員っていうのをやってるので、うんうんうん、細かいところまで気になるし、日本語として正しいかどうかだけじゃなくって、ニュースをやってると分かりやすい日本語かどうかもすごく気になるから、そう、ね、例えば荒垣さんが、うん、今日は帰宅できますとか言えばいいの、帰宅することも可能ですとか言う人とかたまにいたりすると、可能ですはできるって言い換えた方がいいんじゃないかとか、そこまで頭の中で変換するぐらいもう病的なんかこうアナウンサー病ですね。2月2月を2月って言っちゃったりとか、あれちょっと多いからね。そうです、テレビを見てると2月が正しいアクセントなんですが、それはすごい皆さんに。あと一段落じゃなくて一段落とか、クリスマスの前夜、夜のことをクリスマスイブって言うんですよ、厳密には。1月1日を元旦って思いがちなんですが、その正月の朝、朝が朝のことを元旦って言うんですよ。だから丹の字もほらお日様が出てるっていう感じになってるじゃないですか。
ですか、うん、で元旦、うん、元日、そう元日1日全体はもう元日なんですよ、ね、間違って使ってる方をテレビで見たりとかすると、うんうんうん、ああもう残念あと荒垣さん1個ありますよ私。何何何、こうプレゼントあげた時のリアクションがめっちゃ嬉しい、うん、あこの前誕生日の時に、うん、プレゼントお渡ししたらまず絶対してくれるんですよ、ねね、本当に嬉しいから、うん、あと2度目3度目の話でもファーストリアクションができるっていう、うん、特技を身につけた、ね、もし私が同じ話何回もしても、うん、でも言ってねちゃんとそれ2回目ですとかそうだねっていう件お願いね、優しく優しく優しく、うん、3回目は言います、まあその続き話せますけどみたいな状態になってくるもんね。落ちが分かってきたらどうしよう。落ちも分かる、ちょっと恥ずかしいんだけど相当それ。でも大丈夫です、ファーストリアクションできます。ファーストリアクションやめて本当に。あと、うん、なんかこう書いてある文字を、うん、いい声で読みたくなるっていう病気を持っててちょっとやってみてくださいそこになんか予約席って書いてあるけど、うん、なんか予約席みたいなあとなんかの、そうなんかこういうのがあると、そうお勉強目的での1時間以上のご利用、複数のテーブルや椅子をお一人でのご利用、上記は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください病気じゃなくて癖ですね。そうなんです、職業病なんですよ。考えるといろいろありましたね。うん、確かにいろいろあったね。たくまさん、うん、はい、楽しんでいただけましたでしょうかありがとうございました。ありがとうございました。これからもまだまだテーマは募集しますので、ぜひ皆さんこちらの方にお待ちしてます。ご応募ください。よろしくお願いします。じゃあ止めてきます。